はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットオブラホフォローチャンネルになります。今回のお話なんですけど、ある共産党員さんがですね、今話題の原発処理水を海洋放出することの危険性みたいなのをね、動画で説明してたんですよね、共産党員さんが。 ま、これ結論から言うとデマなんですけど、それをなんか堂々とね動画で上げてですね反対派を先導しようとしてたわけなんですけど、ただ理屈全然違うじゃねえかっていうのがねツイッターとかでね、えー、言われて論破されるんですよね。でそこでで削除とかすするんですよ まあそんなデマを流して削除する共産党員さんの話になるんですけど、お前も同じことやってるじゃねえかっていうまんま特大ブーメランまでもあるんでね、もう今回はその件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあすごく話題になってるんで、元光も動画で話をしている処理水の海洋放出の話なんですけど、こちらの記事ですね、改めて見ておくんですけど、福島大 第一原発の処理水、海洋放出始まるということで、8月24日の記事で、これですよね、福島第一原発の処理水、これをね、海に流すよっていう話なんですけど、ただ、この処理水っていうのは、しっかりと検査してるんですよね。日本政府は2021年4月に海洋放出計画を発表、国際原子力機関、IAEA、e、は2年にわたる評価の末、今年7月に計画を承認したということで、まあ、これ、海に流しても問題ないよということで、 まあ世界かららももお墨付きをもらってるわけなんですよなので問題ないことは科学的に立証されてるわけなんですよね。まあ、なのに反対派や中国とか、えー、そういうとこがいるわけなんですけどそんな中こんなとこがね話題になるんですよね。なぜ汚染水なのか、なぜ海洋放出がダメなのか千代さんの解説最高に分かりよいので、えー、映像をお借りして前半ちょっと編集してみましたということでこの千代さんっていうね、えー、こちら YouTube であのー 選挙ウォッチャーっていうね、えー、YouTube チャンネルをやってる人なんですけどこの人がお風呂でこの海洋放出の危険性みたいなのをね、えー、動画で上げてるんですよね。 解説しますっていう感じなんですけど、この動画はね、まあ、AI にね、ちょっとあの、まとめてもらったらこんな感じで書いてました。このビデオでは、福島第一原子力発電所からの、えー、汚染水の海洋放出問題について議論しています。講演者は、職員中のセシウム汚染を測定した経歴に言及し、海洋放出の安全性について懸念を表明した。講演者は、汚染水の希釈過程を入浴剤に例えて説明したということで、入浴剤を使って でで汚染水に例えてるんですよねまあちょっとこれ言葉に間違いがあるんですけど汚染水じゃないからねこれ処理水なんですよただ動画内では汚染水だよっていうことを言ってるわけですねまあこの時点で、ね、間違ってるんですけどこのビデオでは問題は濃度ではなく放出される水の量にあることが強調されています講演者は希釈の必要性に疑問を呈し水を希釈せずに直接放出できると示唆していると まあ今回、要点だけ見ると、要するに、今回の海洋放出を風呂で再現したぞという話なんですね。この動画内で。でね、この入浴剤として処理水の物質っていうのを、この黄色いのでね、表現してるんですよ。このコナーでね。表現してて、これをまあ希釈して、ここ,ここら辺かな。ここら辺、希釈して海に流す。これをね、ちょっと再現してみますよってやるんですけど、 まあお風呂がこうやってね色が染まっていきましたよね、まあ、これがいかに海洋放出でえ危険なのかっていうのを。 表現してるわけなんですよね、まあ、だからこんだけ色が染まるってことはやべえだろこの海洋放出やっちゃダメだみたいなのを要するに言いてえよみたいな動画なんですけどまあただあそこでねツイッターではね論破されちゃうわけなんですよねまあこうやってツイッターの投稿があるわけですけどそこにあのコミュニティノートで <laughs> 論破されちゃうやつなんですけど水は希釈前の段階で十分安全な数値です海水で希釈するのは汚染水ではなく ALPS で 除去された処理水です汚染水じゃねえよとまずねまた地球上の海の総量を無視した非科学的な、えー、投稿ですが海水にも太古より放射線は存在していますよって、まあ、海水にもともと放射線はね、えー、微量でも存在してると。 そして海洋放出以外の処分方法についてもすでに専門家の間で検証済みで報告書に明記されています、費用と放出後の観測の容易さが主な理由ですとかマスコミの切り取り情報ではなくその元の政府発表の一時情報から確認すると誤解は起きなくなりますよっていうことがね、えー、コミュニティノートによって、ねえー、証明されているわけなんです。 あの130万トンの処理水の中のトリチウムを濃縮したら 20cc ぐらいです他の放射性物質はもっと少ないあなた自分の家のその風呂の1万個分程度とビーカー1つを比べないと嘘ですよと、まあ、さっきの処理水のね希釈したこのビーカーっていうのねこれこれこれ、えー、汚れてるよってこの人が言ってたこのビーカー、まあ、コップなんですけど それを再現するんであれば、お風呂あと1万個必要だぜっていうふうに言われてるんですよね。比率がおかしすぎだろって。だから、そんなに濃くなるわけないんだよって。一緒に出てきた子供が、この共産党の毒屋に教育を受けることが心配です。苦笑い、けれど届かないって。 まあ海とこの処理水との比率が全然合ってねえぞこの例えはっていうふうに言われるわけですね。しかも海水量は下しかもこのお風呂の水は100リットル前後何の参考にも対比にもなりませんねということで、まあ、海水の量は約14億立方キロメートル重さにすると約14兆トンの10万倍になりますよっていうふうに言っててものすごい量なんですよね。 その中の処理水が130万トンなんで。 そりゃ比率考えたらほんと一つ並み程度のレベルなんですよね、えー、こんなにビーカーいっぱい逃げるもんじゃねえよっていう風に論破されちゃってるんですよね、まあ、この動画デマだっていうのはまあ義務教育受けとけば誰でも分かるだろうっていうようなそんな話なんですけどただそこにねこの共産党員さんの人が乗っかってくるんですよね千代さんリスペクトだーってさっきの動画リスペクトしますって連絡取れず無断でまねっこすいませんって私もやってみましたーみたいな とこととを言うんでですすよねとてもわかりやすく衝撃でした友人、知人とシェアしたく自宅お風呂で試してみましたってこういう人が現れるんですけどこの人が共産党員さんなんですよね、まあ。この人のプロフィールがこちらなんですけどね、ツイッターでは日本共産党、愛していますって書いてるんですけど、分かりづらいんですけど、インスタグラムの方では日本共産党だよって私はあって、えー、はっきり書いてるわけなんですよね。 そんな共産党員さんが今度は入浴剤ではなく食紅でこんな感じで赤い水を作ってですね、風呂に入れるんですよね。この色でわかる通り危険ですよねっていうのを動画で上げるんですけど、そうツッコミを受けるんですよね。まあもちろん理屈が破綻してるっていうのもそうなんですけど、こんな話とかがあるんですよ。 あ,あ、食たたっぷりのお水は流したんですねいくら下水処理場で処理しても送料は変わらないぞーっていうふうに言われてて、まあ、さっきのねあのー、男の人がやってたのはあくまで入浴剤なんですけど今回は食紅なんですよね食紅をこの後流したのかよーってそっちを突っ込まれちゃうんですよねつまり食紅で海洋汚染したわけですねちなみにその汚水どうすればいいかご存知ですかって下水に流さずご自 自宅で保存すればいいんです一滴も漏らさず永遠に当然できるから批判するんですよねっていうのでもう完全に論破された挙句自分たちが処理水流すなーって声を上げてることをまんま自分でやっちゃうんですよねえ風呂場から流しちゃうんですよまんま同じことをやっちゃう大ブーメランなんですよねブーメラン刺さりまくってるぞってこちらに入させていただきますねとか他にもえ食便で汚染された水下水に流したんですか その汚染水って処理した後に海洋放出されますよ処理しても汚染はなくならないんですよねちゃんと風呂場で永久保管してくださいよって自分で例えた内容がまんま理屈破綻しちゃうんですよねまあそういうね批判が殺到した結果このツイートはツイートの作成者により削除されましたっていうことでその映像とかの、ね、ツイートが削除されるんですよこちらもいいねさせていただきますね もう完全に言っっててるるここととやってることやが逆なんですよねで他にもご本人も拡散を喜んでるみたいなんでガンガン拡散してあげましょう一定レベルの教養のある大多数の人間にはこの風呂の実験がいかに間違ってるか一 でわわかかるるねってすぐわかるよ、ね、これ絶対おかしいだろっていうのが拡散されるほど反対派は損をしますってまあこれ信じちゃう人かなりやばいかなって思っちゃうんですけどこちらもいいねさせていただきますねということで共産党インサーがめちゃめちゃデマをね流して削除してしまうっていうようなそんなお話なんですけどネットの意見はですね自分は汚れを風呂でで洗っっててて下水に流すすこの話すら理解してなさそうで怖いわーって本当 恐ろしい人だ被災地の復興なんて無視だものって。 全然この海洋放出の話の意味理解してねえじゃねえかっていうふうにね言われてたりだとか他にはこの人のお風呂床汚いなと思ってたけど他のところも汚いので処理水気にする前にお掃除した方がいいぞーってその海のことをね汚い汚いって気にする前にまず自分の風呂場を掃除しろよーとかっていう突っ込みが入ってたりだとか他にはあの界隈の一部にいるやたら自撮りとか映って乗せたがる のメンタなんなんだろうって、まあ、やたらね、顔出してきてるんですよね。で、正論でボコボコにされてるのに、心折れないの、人の息を超えてるぞみたいなね、そんなヤ屋まで来てるんですよね。ほんとそうだよね。まあ、ここまでボコボコに言われても、心折れないで活動してるってすげえなーっていう風に、ね、言われてたりだとか、他には、こういう連中の何が邪悪かって、自分らの提言した理屈すら自分らで守らないんだよなーって、いや、ほんとそうですよね。海を汚染する なーっていう風に声を上げてるはずなのに自分が海を汚染するようなことをやっちゃってるんですよね。ほんと一貫性ないいですよねこちらもいい例させていただきますねだって自分がやってもオッケーでも周りの人はやっちゃダメみたいなそういう感覚が共産党のね繋がりだとかその周りからはそううかがえるところがいっぱいありますもんね。ということで今回は共産党委員さんが風の電話を流す墓穴を掘って自分の理屈が破綻してるのを証明してしまうっていうのはそな そんなお話でした皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。